私の専門はヒューマンインターフェースで、拡張現実感や印象現実感などの新しいインターフェースを利用して人の能力を拡張する研究を行っています。コンピューターを用いて生成した映像を現実の世界に上書きすることにより現実の世界を拡張するのが拡張現実感、逆に現実の世界にあるものを消し去るのが印象現実感です。これらの新しいインターフェースを利用することにより裸眼では見えないものを見えるようにすることや裸眼では見えてしまうものを見えなくすることができます。私たちの研究室ではこの拡張現実感や印象現実感により放射線を見えるようにする、非接触で瞬時に物の長さを測れるようにする、機器の裏側を透視できるようにするなどプラント内で働く作業員の方々の能力を拡張する研究を行っています。科学技術の発展により昔は使える機材が限られていて限られた人にしか実施できなかった研究を最近は誰もが実施できるようになってきています。これを競争相手が増えるから大変と考えるか、できることが増えるからチャンスと考えるかは皆さん次第です。京都大学にはこれをチャンスと考える人がたくさんいます。皆さんも京都大学に来て一緒にいろいろなことに挑戦してみませんか？